すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、15番ホール、170ヤードパー3です。こんな感じでちょっと打ち上げ、オーバーですが、グリーン左、パーはなんとかいけるでしょう。これは少々オーバーしてしまいましたが、ライが悪いところにありますが、修理地なのでドロップができると思います。15ヤード、スライスラインのアプローチになります。ちょっとピンチです。第2打が寄らずに 7、8メートルのパットが残ってます。ナイスです。まだトータルイーブンパーです。16番パー5、486ヤードです。ほとんどまっすぐですが、左は赤杭が見えます。森川選手、ティーショットです。なんとかさっきのボギーをここで取り戻したい。森川選手のティーショットはハザードエリアに入ってしまいましたが、打てないこともないので、どういう判断をするでしょうか。120-30ヤードのレイアップをすれば3-4は可能です。ただ石が前にありますので、非常に打ちにくい状態となってます。森川選手の第2打目は
ハザード内にありましたが、ハザード内からユーティリティを使って前に大きな石があったにもかかわらず、うまく前方に出し、ピンから80ヤードぐらいの地点に来ています。これから第3打目です。なんとか寄せて、バーディーを取っていきたいと思います。止まれ止まれ、ちょっと大きかったようですね。森川選手第4打目です。少々オーバーしてしまいました。なんとかパーを拾ってほしいと思います。ちょっとラフが深くて難しそうです。ショットになってしまいました。森川選手がパーパットになります。入ってほしい。残念ながらボギーでした。17番パー3、165ヤード谷越えのパー3です。こんな感じです。しかしながらかなり下りの難しいパターンになりそうです。かなり下りのフックラインです。タッチが難しいと思いますが、前の選手が森川選手の近くにいたので先に打ってくれたので、タッチは合わせやすいかと思います。しっかり入れてパーをキープしたいところです。18番パー4、381ヤードです。途中クリークが走っていて、ティーショットの落としどころが難しそうなホールです。18番第2打、残り112ヤードです。バイト、バイト、バイト、よいしょ。18番
森川選手バーディーチャンスです。なんとかこれを決めて気分よくバックナインに行きたいです。セーブしました。1番ホール350ヤードパー4です。右ドッグの打ち上げのパー4となってます。100ヤードはないと思います。上りのセカンドショットです。超良さげです。あー戻ってくんだ戻ってくんだ戻ってくんだ止まってます。森川選手1番ホールグリーン上に今います。バーディーパットです。上りのスライス、ナイスタッチでした。パーセーブです。2番ホールパー3150ヤードです。こんな感じになってます。打ち下ろし、右に大きなバンカーがあります。オーバーするとちょっとやばい感じです。いい感じにいってます。バイトバイトバイト、バーディーチャンスです。バーディートライです。ちょっとパットの立ちが合ってませんね。パーパットです。ナイスパーでした。3番パー4367ヤードです。お酒真ん中に行ったような、あフェアウェイド真ん中のナイスショットでした。3番パー4セカンドショットです。グリーンが右から左に傾斜してますのでピンの右から狙っていきたいところです。バイト、バイト、バイト。
良さげ。モリカ選手久々のバーディーチャンスです。これは絶対に決めたいところ。反対側から前の選手が打っているのでラインもある程度分かっていると思います。取り戻しましょう。ナイスバーディー。バーディーでした。1個取り戻しました。